ってきました。はい、まずこちらですね。テレッテレン、焼酎ハイボール、強烈パインサイダーをいただきます。よいしょー。あら、いいシワン、乾杯でーす。あー、おいしい。あー、限定生産だそうです。あー、なんか風味がすごいね、これ。あー、糖質。あー、すごい。ふわっと。この、パインのふわっと感がちょっと激アツですね。あー、おいしいぜ。あら、いいね。あ、ニラちゃんがこれ、ひたひたで、いい感じになってます。よいしょ。あ、これ、激アツコメントでだいぶ前にね、いただいてたコメントですけど、これで合ってんのかちょっとわかんないですけど、これね、赤から本家さんって言うんですか、これ。やっとで見つけたんでね、ちょっとこれを食べていきたいと思います。中の唐辛子のさ、数でなんか辛さがあれなのかな。1番、3番、5番とか。まあ、ちょっとこれをね、ちょっと食べていきますね。いただきます。多分1番、3番、5番とかあったからさ、多分辛さで、そういう風にやってるんだと思うんですけど。で、なんか15番だったかなんか13番だったかが、なんかすんげえ辛いやつで、なんか、辛いの苦手な方はおやめくださいみたいなの注意書きが書かさってですね。なんかそれもあったんですけど、私この間極激辛、焼きそばペヤングの極激辛焼きそばでね、ちょっと大体ヘルニアになってしまったらしいね。ちょっとだからね、あれなんですよね。すごい、これよりも多分辛そうなやつがあったんですけど、日よってこっちにしましたね。なんかこの唐辛子のね、本数も違った気がしますね。これ、唐辛子5本あるね。5本あるから結構いい感じの辛さなの。もう十何倍になってからね、すんげえ気になったけどね。未だにちょっとまだ腰が痛いんだね。激辛食べてちょっと腰に来ちゃったんだよ。美味しい。この豆腐ですね。はい、焼き豆腐にするといいね。煮崩れしなくて。わー、めっちゃ美味しい。これさ、もう結構多分美味しいだろうなと思って、結構一気にね、これ3缶ぐらい買ってきたんですけど。やっぱり美味しかったですよ。辛焼酎ハイボール。あとこれ、アサリちゃんも入れたんですよね。アサリちゃんも。美味しい。もうこれさ、作ってる煮てる時点ですんごい旨味成分つうか、すごいいい匂いしてきてましたね、このスープ。もうグツグツさ、やってる時点で、わ、めっちゃ、なんか具とかもそんな入れてないね。多分スープだけの、あれですから。旨味っていうか、旨味臭みたいなのすごかったですね、これ。うまっ。これなんかね、アレンジ、5番鍋とかな、海鮮鍋とか、これ後ろに赤、アレンジのやつ書いてるんですけどね。私もだから、アサリとかも肉、豚肉も入れたんですよね。だから結構もうこれミックス刺さってる感じですね。締めのラーメンとかもさ、と思って、やりたがって、麺買ってくればよかったですね。麺買ってくるの忘れましたね。スープもちょっとずずっといきますね。あ、美味しい。やっぱこの間の極激辛ペヤング。あれに比べるとやっぱこれぐらいの辛さがちょうどいいですね。マジで。これぐらいの辛さがちょうどいい。
美味しく辛く、ね、辛さも味わえてプラス旨味も味わえて美味しく召し上がれますねこれ。この糸こんちゃんも入れながら、ちょっと糸こんちゃんもいきますか。糸こんちゃんと糸こんとね、あともやしも入れたんですよね。糸こん出てきましたね。もやし、ニラ、もやしニラと、あとアサリ食べたから、あと豚肉か。おお、豚肉出てきた。だから海鮮鍋つが、まあアサリも入ってるし肉も入ってるしの時点でも相性抜群ですよね。へいへい、あらいいね。ちょっともうじゃあ豚肉ともやしと一緒にいこうかな。これもやしちゃんと豚肉ちゃんと、うん、おいしい。香り立つゆずハイボール、これ結構前に買ってきたんですけどね、ちょっとあのゆずと焼酎、キレのある辛口だそうです。これ甘くないってついてますけどね。これもいただきますね。よいしょ。へい、あれいいシワを、乾杯。甘くない香り立つユズハイボールです。糖類プリン体ゼロ、香料不使用、エネルギー123カロリー、ワン、ツー、スリー。なんかめでたいですね。アルコール分 6%。 おー結構攻めてますね。香り立つっていうか、うん、なんかこっちの方が香り立ってる感じが、うち的に。ウケるーみたいな。いやいやいや、かそこまで香り立つ言ってる割には美味しいですけどね。うん、さらっとして飲みやすくてめちゃくちゃ美味しいんですけど、口に入れた時に柚子の香りがすごいしますね。うん、口に入れると柚子の匂いがすごいする。うん、あ、香料不使用だからすごいね。国産柚子果汁使用。でも香料不使用でこの風味はすごいですね。うん、なんかね、この時点ではあんまりしないんだけど、うん、口に入れるとすごい柚子の香りがパーってする。すごいね、原材料が柚子果汁と焼酎と炭酸だけだねこれ。おいしい、札幌の。これ何、どこの、あれかな、市、製、あんまり見ないメーカーのチューハイですね、これ。製造者が日本アスパラガス株式会社。おー、すごい。あ、日本アスパラガスっていう会社あるんですね。すごい。アスパラガスっていう社名がちょっと激アツなんですけど。すごいね。ちょっとラーメンの麺がなかったからね、ちょっと麺の代わりだと思って、ちょっとこの糸こんちゃんでもすすっときますかね。糸こんちゃん、うん、調子いいと冷凍庫にね、中華麺とか冷凍してあるんですけどね。うん、ちょっとラーメンの麺だと思って、これ糸こんにゃくちょっとすすりますか。うん、あ、島住んでるとかマジどういう中すぎて、あのさ、あの赤い忘れたとかって、あれちょっとそこまでっていう距離にスーパーがないんですよね。だからラーメンとか食べたいってなっても、ましてやこんなお酒飲んじゃったらね、もうふー、どこも何も買いに行けないですね。歩いていける距離にないんですよ、スーパーも。あー、辛くて美味しい。うん、あんま、これ。うわー、めっちゃ美味しい。まあ、あの、引っ越す、一個前のとこかな。うん。住んでたとこは、結構あの、商店みたいなのね、
近場にあったからよかったんですけど、今のところ何もないです。名古屋名物、名古屋のあれなんですか、これ5番何番とかって言ってたから多分これで合ってると思うんですけどね。やっぱ普段で行かないスーパーツが、うん、あの食品売り場でずっと探してて、激アツコメントすごくくださってた方いたんですけど、ずっと探してたんですけど、あーと思って見つけたーと思ってね、今更なんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しい。辛さあきめちゃん、まあ、やみつきのまほん、うまい。教えてくださった方ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいですねこれ。うん、あーちょっとね、あのだいたいヘルニアをして、あのもっと辛いやつはちょっとチャレンジできなかったですけど、もうね、あトラウマになりましたね私。うん、多分あの極激辛ペヤング食べてなかったら、これの辛いやつ13番だか15番だかすごい辛そうなやつ食べれてたとは思うんですけどね。うん、若干のトラウマになっちゃいましたね。だからもう私は心の中で誓ったのは、もうあの角にすごい角に辛いやつはもうね挑戦しないことにしました。うん、程よい辛さというか、うん、行き過ぎない辛さ、うん、そこをちょっと狙っていこうかなと思って。あの鍋時期なんですけど、私あの激安の電動ドンキホーテさんでね、あの鍋時期買ってきたんですよ昨日。っていうのも今あの見せますけど、見せますつがあのしますけど、はい、こちらニュー鍋時期ですね。これニュー鍋時期、イエーイね、あれです、ビールの鍋時期、ビールの激アツ鍋時期をちょっとね、激安の電動ドンキホーテさんでゲットしてきたんですけど、なんでそうなったかと言いますとですね、ちょっとえのきをちょっと食べてから、うん、うめっ。私なの100均のお鍋時期使ってたんですよ、ずっと100円均一のあのなんていうんですか、コルクボードみたいな感じの、うん、なんかハロウィンの柄がついてて、去年のだから夏か秋ぐらいに買ったんですかね、ハロウィンの柄がついてて。私ね、鍋をねこう一回こうやって余すじゃないですか、でまた次の日とかにまた火にかけるじゃないですか、うわなんか焦げ臭いと思って、わーと思ってると、あのその100均の鍋敷きが鍋についたままもう燃えてたんですよ、コンロの上でね。わーと思って慌てて火消して、あの台所の上でジューみたいな。私ねそれをねもう2回ほど、先週かな、もうつい最近もうやらかしたんですよ、もう知らぬ間に。だからもうこう持ち上げて、この鍋敷きを何がくっついたままそれを火にかけてたんですよね、 2回ぐらいそれやっちゃって。で、あのもうそのこの間ね2回もやった時にもう後ろ見たら案の定真っ黒で、もうこれ使い物にならんし、やっぱ生地がなんかのくっつきやすいのでダメだったのかな。今買ってきたのはね、あんまりそういう木の素材っつがあれじゃない、燃えないやつだから多分あんまりくっつきはしないと思うんですけど、うーん、うわーやらかしたーっつってすごかったね、またかーみたいな。あいつ鍋敷きはね、もう100均に頼るのはちょっとやめました。うん、うん、100均っていうか、いや100均でもいいんですけど、あの燃えない素材、100均でもいいけど
燃えない素材にしようと思っちゃう。なんかやっぱどっか抜けてんですよね。どっか抜けてるつがほとんど抜けまくりなんですけど。あー美味しい。気をつけようって思いましたね。もあさりも合いますね。いや魚介と肉一緒にやってどうかなとかちょっと思ったんですけどね。ちょっと一松だか一物だかわかんないですけども不安を抱えながらね。だけど全然美味しいねこれ。うわこれいいシュワオンだねマジで。これいいシュワオン。これセコマさんセコマって読んだ。アルファベットで書いてんだけど、アルファベットで書いてますけど、これセコマお客様相談室。すごーい。こういうお客様相談室とかってでもどういう相談なんですかね。なんか気になりますよね。なんか異物入ってたとかそういうことですか。なんか相談室にわざわざかけてすごく美味しかったですとかって言ってもいいんですかね。相談室ってすごいね。ミラマ、セコマさんっていうのもんね。これ美味しいわ。初めてこのなんつうのブランドじゃないけどメーカーじゃないけど会社のセコマさんの宗派初めて飲んだかもしれないですね。もう私の夢ニラダック。これニラダック、私ニラ大好きなんでね、ちょっとニラダックいっちゃいたいと思います。最高。ちょっとニラダックやったらもやしダックもやりたいねこれ。ニラダック、ニラダックやったらもやしダックもちょっとやりたくなってきますよね。なんかこうがっつり食べるの好きですね。がっつり肉とかこういうの塊とかさ、肉の塊とかこうもうがっつり言っちゃうのすごい好きですね。ね、がっつりニラダックの次じゃあもやしダックで。おいしい。マジでこれ教えてくださった方ありがとうございますって感じ。最高にうまいぜよ。こないだテレビで見ましたけど、ミキティでも言った藤本美貴のさ、モーニング娘。でなってリーダーに襲名のリーダーになって1ヶ月以内だったか1ヶ月ぐらいで脱退したって言ってましたね。モームスを藤本美貴さんが、だからリーダーにモームスのリーダーになってからなんか週刊誌にそのミキティの庄司友春だか元春だか知らないですけど、あの人にねちょっと豚肉とのなんかこう密会みたいなやつをなんかパパラッチされてて、なんかでそれでなんかでもなんかねうちでもそのニュース聞いてなんかああと思ったんですよね。なんか藤本美貴っつうかミキティすごいなんかなんつうんですかね、なんか愛情悪い人だなっていうか、あそっちを優先するんだなみたいな。バリバリさ週刊誌とかに取られて、それでなんかねなんかすぐもう1ヶ月以内だったからもうすぐ脱退したとかって。いいですね、愛のある人はいいですね。愛のある人、これは肉ダックね、肉ダックでいきます。しかも若さで障子を取ったのはすごい、なんつうんですか、私的にはなんか好感度っつが、いい人なんだなって思いますね。ちょっと
あー美味しい。うん、やっぱ柑橘系のチューハイいいね。うん、美味しい。はあ、うー最高。へえ、ちょっとまだまだねあるので、あのゆっくりどうで食べていきたいと思います。ではまた。